ハイヒールを履いたままとも思えぬ速度で、シャンデリア落下の現場に駆けつけると、涼子は、立ちつくんでいる人々に、救急車と命じ、次に私に声をかけた。ジョッシュエーちょっと、こちらへ来てちょうだいジョッシュエーとは誰のことだそう思ったが、私は逆らわなかった。この場にいる人たちに本名を知られるくらいなら、記号や番号で呼ばれる方が、 よほどマシである。はい。何でしょうか、刑事。シ。ャンデリアの下から負傷者を引きずり出せないかしら。十人くらい協力者が必要ですね。やってはみますが。すると、涼子は、周囲を見渡して声を上げた。そこの男そこと、そこと、そことシャンデリアを持ち上げるのに協力しなさい断ったら、後悔することになるわよ こういう言い方でいくら敵を作ることになっても良子は一向に気にしないのであった。アホな男たちが美女のご指名にむしろ喜んで足を踏み出したときまたしても振動と音響が生じた。